ヤクザの若頭じゃなくて俺が二人で消したね俺って、なんで俺もまだおるんやろみたいな思いながら、うん、呼ばれたから仕方ないから俺も付き合ったんやけど、でみたいな、お前人の消したら知っとんかみたいな、うん、あいや知らないですみたいな、教えたらかみたいな、いや別にみたいな、いや知りたくはないけど消したい人間も俺いや消し方は別に教えてもらえたくもないんですけどねみたいな、いやでも俺もとりあえずあでもちょっと興味ありますねみたいな、うん、まあ、俺もやっぱちょっと聞いとこうもね、漫画とかはやっぱあるんでみたいな、結構興味ありますねみたいな言って、やっぱその乗すとこみたいなやつ、とりあえず持ち上げとこみたいな、うん、みたいな、楽しみ、めっちゃ楽しみなんですけど、とりあえずなみたいな、あの消し方いいのは身元がバレたらあかんからみたいな、なんかその山行くんやけど山に足跡がつかへんように、う絶対にあれやったかな、なんかな、スーパーの袋みたいなのを足で包んでから足跡がいかへんやんな、とかしてからやるらしい、そういう詳しい話をなんかもう延々と聞かされて、うん、もう俺も何しようやろなみたいな、この時間で、まあただなんかもうほとんど話も入ってこずに、うん、ああそうなんですね、ずっとって、で俺が一番調子の時があって一回、うん、まあ、そういうのが続きながらそういう関係があったんやけど、うん、なんかその夜にキャバクラ行こうぜみたいな、うん、なって呼ばれて、うん、その時にお世話を取った27歳ぐらいの社長の人と、うん、俺と俺その時19ぐらい、お18、19ぐらい、うん、27歳の社長、うん、俺18、19やヤクザの若頭今度28ぐらい、サンちゃんって車の28歳ぐらいの社長、あと はい、あの車こうだな、そうそう、あのキャバクラのオーナー28歳ぐらい、おなんでここ俺おるねんって思えん、この5人の中に全員28歳ぐらいで全員社長なん、なんかまあ金持ってほしいない、うん、俺18歳の駆け出しの、もう駆け出して今みたいな、ポケモンマスター目指してマサラタウン出たばっかりみたいな、まだコラッタしか持ってんのにぐらいのレベルやった俺、コラッタな、まだコラッタしか持ってんのになんで呼ばれたよみたいなって、それでやで街歩くやん、うん、やばいで、どうだ、おはようございます、こんなほんまもう歩いただけでもう何ももう歩いたね、もう中央歩くだけでおはようございますみたいな、こんなほんまそんなこれ俺場違いじゃない、いやいやほんまそうやね、場違いで、これすげえなみたいな、これが王者のこのあれなんか景色なんかみたいな、これがこれあれあれかみたいな、俺すごいないけど俺の周りすごいぜみたいな、ヤオウの景色かみたいな、これが俺すごいないけど俺もすごくなったけどおって、ああまあそうなるわ、ちょっとこんな肩切りでしょ歩きながら、ああ俺めっちゃ強いやんみたいな、俺なかなかやるやんけみたいな、うん、みたいな感じだったやん、で一軒目入ったんで、一軒目入ったらやで、もう遊び方がちゃうねんあいつらってほんまに、とりあえず棒呼べやん、とりあえず女の子全員一回連れてこみ、連れてくれみたいな、意味わからへんやん、あ分からんな、女の子全員連れてくれ、半端ない言ったことないで、女の子全員連れてこいって並ばせねん、うん、あ、俺これ行くわみたいな、一人選んでくれ、俺さ振られん、まあ、どれ行くみたいな、あ俺も行ってへんかみたいな、ほんで俺もあじゃあ俺もとりあえずもう一番もう無難そうな地味な子を選んどこうみたいな、ここはもう1回、これもうこんなところで調子のとでまだなんかなってめんどくさいから地味な子選んどこうみたいな、一番もう優しそうな人選んどこうみたいな、俺この子一人でみたいな、だって一人ずつついて、うん、ほんでなんかやっぱなんかそのなんか盛り上げろみたいになるわけや、やっぱり酒飲みたいな、お前も一番前が盛り上げろみたいな、軽く歌えみたいな、もう歌えみたいな、何で、お前これ歌っとけ、何言うだよ、純恋が入れられて、純恋かな、そのお前、その場所で純恋が歌っとくの、靴がすごいね、いや、やばいな、ヤクザの周りで純恋が歌うやつなかなかおらへんからな、ほんまにヤクザの周りで純恋が歌った時の気持ちすごいね、ほんまなんで俺こんな歌ったやんみたいな、うん、で、まあ、純恋が歌わされて、で次なんか、もうなんか好きなの歌えやんみたいな、うん、何言っとこうかなみたいな、こんなもんで何歌ってんやろと思って俺もとりあえず、まあ、純恋が来たんでとりあえず何言っとこうかなみたいな、昼くらい見とこうかなみたいな好きやな昼くらいはほんま好きやな、とりあえず昼くらい見とこうかなみたいな、昼くらい見とったらええかんシャンプー歌って、シャンプー歌ってんけど、とりあえず昼くらい歌っとったらええかんみたいな、じゃ大丈夫かその時やったから、あ大丈夫かお前結構歌うまいなみたいな、もうやるやんみたいな、お前おもろいなみたいな、あ歌うまいおもろいなみたいな、ええやんお前みたいな、お前結構気に入っとんねんみたいな、なんやかんやはあるけどお前結構好きやでみたいな、まあ、何やかんや変わられとったんや、うん、で1軒目終わるやんか、1軒目終わって普通1軒目終わったらやで、うん、キャバクラの女の子って、まあ、その店も戻るやん、うん、やけど、うん、とりあえずあのボーイの人に今日連れて行くからみたいな、うん、意味わからへん、今日連れて行くから、1軒目の女の子を持ち越しでもう同伴させたまま2軒目行くやん、ほんの2軒目でも同じことやんと、女の子で1個連れて行けんみたいな、あほなもうだんだん増えていくやん、そうやん女の子はそうやで、女の子連れてキャバクラ行ってんだよ、で俺もやっぱ酔っ払どんどん酔っ払ってくるやん、やっぱり、あ、そうなんだ、やっぱりね、なんか酔っ払ってきて、うん、どんどんやっぱ調子ってくるやん、やっぱり俺も、うん、あ、もうこいつら大したことねえんじゃん、大したことないわね、こいつらまあ言うたら同じ人間やろみたいな、あもうどんどん俺も調子出て、うん、もう結構こうあのね、いやもうきついわみたいな、タミちゃった俺もこれはちょっと無理やわみたいな、あーこれ無理っすよみたいな、あ無理っすよみたいな、飲んでくださいよみたいな、あ、もっといけた、いけるんすかみたいな、逆に、うん、逆にいけるんすかみたいな、うん、
沸かしてる間もいけへんすかみたいな。結構俺超速だよ。でも向こうも案外乗ってきてくれて、うん、なんやろ、全然優しくしてくれて、もう結構もうこれ釣れなんちゃうんかぐらいの、俺こいつらと釣れあっとんじゃんみたいな感覚になっとって、ほんでそのまま、朝の5時ぐらいまで飲んで、うん、もう俺ベロベロやった、ほんまにもう立てんぐらいで、もう俺だってヤクザの人に肩貸しましたもん、こうやってあんまちょっとほんま今日はすいませんみたいな、ちょっとでもここらして、うん、無理っすみたいな、今日はほんまちょっと無理やったっすみたいな、いやいやもう、もうしゃあないんで、こういう日もあるからみたいな感じで、あ、まあそれね、とりあえずお前寝とけみたいな、一回また連れてやるからって、うん、おそのまま路上に座されたんで、うん、あ路上気持ちいいわって乗ったんで、だらんぐらいこうなってそのまま俺昼ぐらいにそこ目覚めて一人だけそれこう帰ったから、あと寝とった昼まで、うん、いやめっちゃ気持ちよかった路上に寝た時。そうだ、いやすごい経験してますね。いやいやもうな、もう今思い出したら、なんであんなんしょってんの思うもん。これがあってこその光るやからね今。でもあんなんはもう二度とせんやろなと思うよ、ほんま俺。いやしたくないやろそら。いや若かったからやれた、乗り切れた。そんな経験したらやろ。